太陽光線がちょっと強くなったら電離層がちょっとこっち側に寄りますので、地球のパワースポットが何メートルかずれつつ数も増えるという。ロシアはそれに気づいて、この宇宙船の中で、ソユーズの中で、3000年前の教科書を見ると今の現代人の壺の位置とずれてるんですって。おはようございます、佐藤光郎です。僕は今日レイビレッジに来ています。もうすぐ完成します日本最大級の朝柄ドーム、ちょっと中を見せていただきます。すごいです。この模様が、朝柄、大麻の柄ですね、朝柄になっていて、でこれを使ったドームハウスとしては、スタッフが調べた限りではひょっとすると世界最大級、まあ、世界的にもこの朝柄を使ったドームハウスでこの規模の、ドームハウスはないということで、僕の声がこう反響して聞こえにくいと思います。で聞こえにくい理由は、一度僕から出た声がこのドーム全体に反射して、で自分自身の声とお互いに一番いい周波数のところを捕まえ合って、自己共振という現象でこういうふうに響いています。なのでちょっと何喋ってるかわからないと思うんですけども、これと同じことが地球でも起こっています。それがシューマン共振です。はい、ドームハウスの向こう側にあるのが日本最大級のピラミッドハウスなので、その中にもちょっとご案内しようと思います。今日はシューマン共振についてお話しようと思っています。この動画はめちゃめちゃ貴重な動画になると思いますので、難しくても必ず最後までですね、こらえついてきてください。というのもですね、今インターネットでシューマン共振って調べてもですね、 7.83Hz の音が2時間鳴る動画ですとか、この音さえ聞けばあなたは恋愛体質に恵まれ、金運体質に恵まれ、何々体質にも体質改善なのかみたいな変な動画がたくさん出てくるんですよ。そうじゃなくて、シューマン共振っていうのはどういった仕組みなのか、どういった原理で起こっているのかっていうことを知りたかったので、でも探しても全く出てこないので、じゃあ自分で作っちゃえということで、作家という立場を利用してですね、これまでいろんな大学の先生ですとか科学者、またはですねイギリスの国家機関で音についてずっと研究してきた研究員の方にお話を伺って、シューマン共振っていうものを自分なりにですね深めた理解をチェックするためにこの動画を作ってみました。ただまだまだですね、調べ足れてないところがあると思いますので、この動画を見ている人でですね、みっちゃんそこは違うよですとか、あなたの方が知っている知識があったらぜひ教えてください。何か僕の方がすごくて誰かに学んでくださいっていう動画じゃなくて、お互いの知識をこう高め合ってですね、シューマン共振っていうのはどういった状態なのかっていうのをみんなで理解できたらなと思っています。でそして女子の皆さん、まあ、女子といってもこの動画を見てる方はほぼほぼ50代60代なので、おばちゃんの皆さんといった方がいいと思うんですけども、シューマン共振なんて興味ないのよ、電磁波って何なのよっていう人いっぱいいると思うんですけども、こう聞いたらどうでしょうか。今地球上にあるパワースポットだとか聖地たくさんありますよね。例えばエルサレム、伊勢神宮、セドナ、富士山、出雲大社、このパワースポットってなんでその場所なのかって考えたことありますか。そこに深く関わっているのがシューマン共振なんです。そして、僕沖縄出身ですけども、沖縄のユタさんと一緒にこう右岸寺に拝みに行くんですけども、右岸寺に拝みに行っても沖縄のユタさん、ちょっと今日はここじゃないねって言って1メートル離れた場所で祈ったりだとか、なんか先週と違うやつさって言ってもっともっと離れたところで祈ったりします。要するにパワースポットっていうのは実は場所をちょっとずつ動かしているんです。でその動かしている原因は何かっていうと、シューマン共振の定常波の濃度という場所がパワースポットになるので、このシューマン共振について学べばですね、どこがパワースポットなのかっていうことも分かってきます。でチャット GPT を使ってこの地球の面積と表面積とね、シューマン共振の、電磁波帯を入れて球面なんとか複素数みたいなちょっと難しい数式でチャット GPT 君が計算してくれたところによると、この地球上には7500箇所のパワースポットが
できてもおかしくないと、シューマン共振によってね、そういったことまで分かるんですよ。なのでこのシューマン共振を勉強すればですね、あなたもですね、いろいろとこれからの人生、まあ、良くなることはないかもしれないけども、まあ、人に話せると思う。あ、こんな話もありますよ。例えばですね、1990年代に、日本の J-POP でめちゃくちゃ、シングルが売れました。100万枚ヒットだとか、ミリオン、ダブルミリオン、もう安室さんとかもう300万枚、トリプルミリオンですよ。で、なんでこんなに売れたのかなっていうのを調べている、音楽家の方のブログを読んだんですけども、そこもシューマン共振が関係していて、シューマン共振のこの1990年代の値がちょっと下がっていて、その音が、ドレミファソラシのシですね、シの音に一致していたので、単純にシの音が鳴っている曲を作ればバカバカ売れたっていう、そんなのを研究している人もいたりだとか、とにかくこのシューマン共振を学べばですね、いろんなことが分かってきますので、難しくても最後までこらえついてきてくださいと。で、このシューマン共振を一番最初に発見した人からして、まず皆さん興味津々だと思います。ニコラ・テスラさんでございます。テスラさんが最初に発見したんですけども、テスラさんが発見した時に他の科学者たちがこの電磁波帯を証明することができなかったので、それから何十年か経ってシューマン博士が発見したよとされて、シューマン共振という名前がついています。じゃあこのシューマン共振というのは一体どういった現象なんでしょうか。最初にですね、人類がこのシューマン共振にあれこれあり得るやっさーって思ったのがですね、冷戦時代、アメリカとソ連が戦争していて、でそれぞれが自分の電波をこう上に出したと、上に出したらなんか宇宙人からの声が聞こえ出すってことで、もうパニックになったわけですよ。え、宇宙から電波が届いてると。ただそれ後からよくよく考えてみたら、自分たちが出した電波が電離層というところに反射して帰ってきて、ちょっと聞こえづらくなって宇宙人の声で聞こえたっていうことが分かりましたと。で、電離層についてちょっと説明するとですね、地球には3つの海があります。一番下の海が FE 鉄の海ですね。でその上に僕たちが知っている H2O の海で、その上にですね、電離層という場所があります。これは電子の海があります。ちょっと難しい話になるかもしれませんが、太陽から荷電粒子がビシバシビシバシこう飛んでくるとですね、地球上にある窒素だとか酸素がですね、電離という状態になります。原子核と電子が離れるのを電離と言います。で、離れたこの電子がブワーってこう海のように地球の上を覆ってるわけですよ。それを電離層と呼びます。でこれは電子の波なので、電磁波を必ず反射するわけですよ。上に行って電離層で囲んで、地面にも反射して囲んで、囲ん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 とこう一周してきて、自分自身の尻尾を捕まえて、一番尻尾と共振した時に自己共振という現象が起こります。でこの自己共振を起こした電磁波帯が一番下の第一次モードで 7.83Hz 付近で、第7次モードまで見つかっていて、第7次モードっていうのは1980年代ぐらいにですね、東京大学の先生たちが見つけましたと、観測気球を打ち上げてね。なので第1次モードから第7次モードぐらいまで、いろんな電磁波、自己共振を起こしている電磁波帯があると思ってください。もうこの時点で帰りたいし、もう動画やめたいと思うじゃないですか。もうちょっと我慢していただければ、後からお楽しみコーナーなんで地球上のパワースポットをシューマン共振が決めているかだとか、そういった話があるので、眠くても頑張ってくるんだよ。僕もそんなに知らないけども頑張ったんで、皆さんも頑張ってくださいよ。で話を戻すと、この地球上のこの電離層との間にカコンカコンカコンって回ってきて、自分自身を強め合った自己共振したね、この電磁波が常にこの地球上を流れています。で大体なんですけども、第一次モードで 7.83Hz 近辺を上下しています。でなんで上下してるかっていうと、太陽光線の強さによってこの電離層が動いたり、で動くことによってカコンカコンする距離が縮まるわけですよ。で縮まるとカコン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 がちょっと速くなってしまうので、周波数が上がったりだとか、まあそのいろんな環境によって常に毎瞬毎瞬ね、この何ヘルツというのは変わっています。ただ変わっているんですけども、世界中でその瞬間においては全部全く同じです。ロシアで聞いてもアメリカで聞いてもシューマン共振のヘルツ数は一緒なんですよ。なので今この地球上にいる全ての人類が、ただですね、物理学者の安江先生に聞くと、潜水艦の周りにですね、酸化鉄でこうなんてシールドが貼られてるので、潜水艦だと、またはステレス戦闘機かな、そこら辺に乗ってる人たちは除いてね、それ以外の地球上にいる全生物が
この 7.83Hz のシューマン共振を浴びているんです。で、浴びているっていうのが鼓膜で、捉えることができるものではなくて、電磁波なので、ただ脳を実際に揺らしています。網膜からも入ってくるでしょうし、皮膚からも入ってきて、でそのシグナルが脳で 7.83Hz という状態になって揺れていますと。でこれはイギリスの国家機関でずっと働いていた方から聞いたんですけども、これはミツロー TV で過去動画であるので見てほしいんですけども、ですね、アメリカとロシアっていうのは、ロシアの方がずっと宇宙の技術というのは進んでたらしいんですね。でロシアの人たちは宇宙に行って帰ってきた後に結構すぐ立つんですって。でもアメリカの人たちはこう行って帰ってきたらもうとてもじゃないけど立てないと。でその原因いろいろ調べて分かったのが、この地球上でシューマン共振をずっと浴びている、まあ、聞いているから元気なのであって、それが聞けない状態になるとやっぱり人間というのは精神的にもおかしくなって体力的にもおかしくなると。でロシアはそれに気づいて、この宇宙船の中でソユーズの中でシューマン共振と同じ電磁波を流していると言われています。ただこれ言われているというのが、どうしてもここら辺がこの国家機密になり合うらしくて、先ほど言ったイギリスのですね、研究員の方は、シューマン共振の電磁波自体がもう国家機密、精細なこの電磁波ね、国家機密なので、どこもこう、おっぴろげにですね、公開することはできないということで、まあ、とにかくそういった状態らしいです。で、最近脳科学でですね、ぼーっとしている子供を叱っちゃダメだよということが分かりました。で、ぼーっとしている状態って、今デフォルトモードネットワークっていう言葉が、ついてるんですけども、僕たちが小さい頃はですね、ぼーっとしていたら小学生の頃ね、先生にぼーっとしてんじゃねえよって言われたんですけども、最近はこのぼーっとしている時こそ脳が一番活性化している時ということが分かっています。で、その脳波の状態、シータ波からアルファ波に、移り変わるところ、要するに 7.83Hz 近辺なんです。先ほど言ったシューマン共振の第一次モードのあたり、そこら辺で、ぼーっとしている、要するに脳が一番リラックスしてかつ一番高機能に動くという状態なのが分かっています。で、普段僕たちがですね、脳がベータ波の状態にあるとき、要するに煩雑な状態ですね、何かを計算していたり何かを見ていたり対象物に意識を合わせている状態がベータ波です。で、まあ、大体 36Hz ぐらいまでこう脳波が上がるんですけども、その状態からですね、もっともっとこう脳波を下げていって 7.83Hz にするっていうのは、対象化しているものがなくなるっていう状態なんです。なくなるっていうことは、要するに、まあ、ぼーっとしてると言ってもいいんですけども、何かをこうクリアに見てるんじゃなくて、全体的にこう俯瞰して見れるというのが、さっき言ったシータ波からアルファ波に入るところの 7.83Hz 近辺なんです。で、このデフォルトモードネットワークの脳にするために、ぼーっとしている子供は叱っちゃいけないというふうに最近ではなっているんですけども、この時にですね、結局脳波が 7.83Hz になっているということは、この常に流れている 7.83Hz のシューマン共振と脳が共振している、お互いに合致している状態なわけです。なのでこのシューマン共振というものを知ればですね、この地球上で僕たちがリラックスすることができる。で、他の動画でも説明したんですけども、太陽からですね、太陽光線また可電粒子がこうビシバシ飛んできています。で、飛んでくると地球の周りにですね、バンアレン帯というですね、こう磁気層を作っています。で、その形がどう見ても人間の形なんです。で、これはですね、波がこう砂浜に押し寄せると、波の形のまま砂浜に形が出来上がるように、太陽からやってきた波も結局地球の周りにこの人間の形のものを大きく作って、でそれがフラクタルに小さくなってきたのが人間の形ということで、これは自己相似現象という、まあ、ちょっと難しい話なのでこれ今日しませんけども、他の動画をご覧ください。で、またですね、クラドリ図形という、まあ、有名な図形があります。鉄板の上に細かい砂をさーっと巻いて、そこに音波を流すとですね、砂がですね、こう集まる場所には集まって、集まらない場所には集まらないので、周波数によって形が変わります。で、この地球上にも常にシューマン共振で、定常波がこうあるわけです。で、その定常波の中の腹の部分、常に上下上下している部分と節の部分、ノードの部分、要するに0ポイントで振動が止んでいる部分で、このポイントが地球上のパワースポットと呼ばれていた場所なんです。で、これはさっき言ったんですけども、太陽光線がちょっと強くなったら、可電粒子がこうビシバシやってきて、電離層がちょっとこっち側に寄りますので、
カコンカコンカコンっていうのが増えてしまって、地球のパワースポットが何メートルかずれつつ数も増えるという。で、太陽がちょっと弱まったら地球のパワースポットは常にですね、こう何メートルかずつこう揺れ動いているわけですよ。で、さらになんですけども、それが僕たちの体にある経絡とも関係しているということをイギリスのこの先生から教えてもらって、体中にこういろんなツボがあるじゃないですか、経絡。ちょっと僕も詳しくないんですけども、それを3000年前の教科書を見ると、今の現代人のツボの位置とずれてるんですって。で、その理由が、地球上にパワースポット、要するに波のですね、このノードの部分だけにできる波が完全に止んでいるレイポイント、それが体中にも同じくフラクタルに現れていて、それがツボと呼ばれている場所らしいんですけども、シューマン共振が常にこう上下上下しているもので、それに合わせてこのツボの位置も変わってるわけですよ。で、このシューマン共振、まあ最近では 7.83Hz 近辺なんですけども、1990年代にこのシューマン共振が 7.7Hz 近辺だったらしいんですね。まあある音楽家の方のブログを読んだんですけども、その方がもう本当に面白い理論を展開されていて、僕たちのこのピアノだとか楽器の12平均律という、まあ不協和音ですね。全然調和していない音が今現代社会でなってるんですけども、その12平均律のドレミファソラシの音、シという音をオクターブ下げてオクターブ下げてって下げていったところにちょうど 7.7Hz あたりが出てきたんですって。要するにその1990年代にミリオンヒットといってものすごくこう CD が売れた時期があったじゃないですか。で、あの時代はちょうど僕たちの耳がシューマン共振を街で例えば歩いていたらこう流れてきた音楽に、あ、心地いいなと思って錯覚して買ってしまうと。なので今もう 7.83 ぐらいまで周波数が上がっているので、当時のようにミリオンヒットが出ないのはそういった理由だよっていうのを説明している方がいて、これは本当面白いなと思って。で、ちなみに 7.83Hz ぐらいまで上げるとどうなるかっていうと、だいたい 447Hz ぐらいまでピッチを上げないといけないんですけども、有名なこのオーケストラのカラヤンっていう指揮者がいるんですが、カラヤンのオーケストラは 446Hz あたりでやってたらしいんですよ。だから多分直感的に心地いい音というのが分かっていて、それでこう指揮棒を振っていたんだと思われます。で、ここからなんですが、ここに世界に1台だけのピアノがあります。何かというとですね、このピアノはシューマン共振現在の 7.83Hz を基本となる音として、そこから、まあ、第3倍音、第5倍音、第19倍音までを88件全部に割り振っているという恐ろしいピアノなんです。ちょっと後で音を鳴らしますけども、まあ、いわゆるA という音、基準となるピッチですね。それで言うなれば、このピアノはなんと 376Hz まで下げています。で、これ音楽関係の人が見たら何をしてんだって思うかもしれないんですけども、1つ、2つ、3つ分鍵盤が下がっているので、じゃあ鍵盤上げてやれば一緒じゃんっていう人もいると思います。確かにそうなんですけども、ちょっと僕が弾きやすい鍵盤配置に、まあ、音を下げたっていうこともありますし、そもそもシューマン共振にぴったり合致させて、そこから 7.83Hz の要するにオクターブ上っていうのは 15.何 とかあるじゃないですか。それを上まで広げていって、ちょうどこのピアノの中では何を弾いてもシューマン共振と必ず共鳴するという恐ろしいピアノになっています。なので、もう原理がわかる人からすると、ひょっとすると誰も弾いてない時に音が鳴り始める可能性もあるわけですよ。このダンパーさえ下げておけばね、常に鳴り響いてる音があるので。で、それをですね、ここピラミッドの中から音を鳴らしながら、みんなで同時にですね、脳の状態をデフォルトモードネットワークに持っていく、要するに瞑想状態に持っていくっていうのを3月20日に行います。で、3月20日というのは何かというと、春分点というのは太陽光線と地軸が直交する瞬間で、夏でもない冬でもない、まあ、昼と夜の長さが一緒だということが有名ですけども、0のポイントになるんです。全く0、まあ、0と僕言わないようにしているので、0のポイントになります。で、やる場所がどこかというと、この場所、先ほど言ったんですけども、出雲大社と伊勢神宮を直線で結んだちょうど中間地点、そしてなんと北海道の中心点と沖縄を結んだちょうど中心点が2つのこのレイラインがクロスするポイントが、ここレイポイントなんです。
でここにですね、まあ、何年か前に、何十年か前にかな、日本最大級のピラミッドハウスが建てられていて、それを僕引き継いだので、ピラミッドってそもそも春分点だとか、秋分点に、まあ、儀式をするために、エジプトにもマヤにも、まあ、いろんなところに建ってますよね。それ全部春分点にやるためなんです。このピラミッドの中から、完全にシューマン共振に合わせたピアノの音を鳴らして、で14万4千人みんなでその脳をデフォルトモードネットワークに持っていこうという、そういったあのイベントをですね、3月20日にやろうと思ってますので、まだまだですね、参加者を募集しております。そしてこの場所レイポリントのこのピラミッドの中でプレミアムツアーも開催しています。この場所で実際に聞きたい方は、まあ、プレミアムなコースですけども、そちらに参加してください。あとね、数名、あと6名って言ったかな、今日あと6名まで入れますので、私こそはと思った方はそちらにも参加されてください。ということで、ちょっとですね、このピアノの音を聞いてみましょう。このピアノのですね、まあ、基本となる音ですね、基音を、まあ、この鍵盤にとっています。でこの鍵盤をですね、5オクターブ下げたところがちょうど 7.83Hz になっていると。でそれのオクターブ上、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 オクターブ上でなっています。でそのシューマン共振の音に対して、さらに第3倍音で第5倍音で、まあ、第7倍音だとか、まあ、いろんな倍音があるんですが、それ全部をこの88件の中に込めているので、どの音を弾いてもですね、シューマン共振と共鳴し合うという恐ろしいピアノが誕生しています。でこのチューニングをしてくれるために、大阪からですね、調律師の先生がなんと5回レイビレッジに来てくださって、で、まあ、結構下げたので、何回やってもこう元に戻ろうとするんですね。もうものすごく手間とあのコストをかけてやってくださいました。でそれでもやっぱりまだずれるので、当日もまた来てくださって、このチューニングを実現すると。でこのシューマン共振、今は 7.83Hz に合わせていますけども、これは今の地球の平均値ですと。でそこからもっと上、 7.86 または 7.89 という、まあ、状態まで僕は持っていきたいので、今年の春分点は 7.83Hz でみんなで一斉に祈るんですけども、それを夏至、秋分で冬至に向けてですね、ちょっとずつ上げていこうと思っています。でそれを、みんなでですね、マスターマインドメンバーを組んで、お互いの夢を語り合いながら、その周波数の音も聞きながらっていう理想的な状態を実現しようと思っていますので、春分でのまた祈りの後にですね、そのプログラムのご案内をしますので、そちらもチェックしてみてください。ということで、こんな音が鳴りますよ。そういったイベントをしようと思っていますので、3月20日ですね、もうあと2日後とかですかね、3月20日、12時6分にですね、14万4千人で、このシューマン共振に、しかも第1倍音をシューマン共振にとってですね、そこから第19倍音、素数共鳴まで全部入れてますので、もうちょっともう難しい図にやりますよ。例えばこれを、基音だとします。すると、第2倍音というのは何かっていうと、オクターブ上なんです。これですよね。で第3倍音は何かっていうと5度の音なんですけど、まあ、いやだこれが第1倍音、あ、気音、第2倍音で、第3倍音で、第5倍音、あ、4も入れとく、第気音、第2倍音、第3倍音で、第4倍音で、第5倍音で、第6倍音で、次に第7倍音まで入って、で第8倍音が来て、第9倍音が来て、第10倍音が来て、第11倍音が来て、第12倍音が来て、第13倍音が来て、すごくないですか、第14倍音が来て、こうやってあの第19倍音までが全部素数で共鳴してなるように、まあ、これ 100% 理解できる人はあのいないと思うんですけども、まあ、とにかくシューマン共振と同じような音が鳴ります。なのであのちょっとピアノの話もするとね、本当はピアノってここにこのダンパーっていって、弦を毎回こう鳴りっぱなしにしないように
一回一回こう閉じるっていう機構がついていて、でこれ何のためにあるのかなって思ったら、12平均律だとそもそもあの常にですね不協和音が流れてしまうので、一回一回音をこう切らないといけないんですよ。でもこのピアノってもう何の音を弾いても必ず共鳴しているので、あの音を一回一回切る必要がないんです。昔のチェンバロみたいに、あの本当だったらダンパーをわざわざつけないで伸ばしっぱなしでいいんです。ちょっと聞いて、普通のピアノだったらこうやって一回音を切って、でまた切って、で切って、なんでこれを一回一回切るかっていうと、伸ばしっぱなしにしたら不協和音がずっとうなってしまうんですよ、12平均律は。ところがこのピアノは完全に純正律なので、音を一回一回切る必要がありません。ちょっと聞いてみてください。あの最初は不思議な感じがすると思うんです。今までこんなの聞いたことないと思うので。でも伸ばしっぱなしにしてもどこでも音がうならないので、あ、ダンパーっていらない。そもそも僕の声に今この弦がもう共鳴し始めて、で一つの弦が共鳴したらその弦が他の弦も震わせるので、今音がうーってなってるの聞こえますかね。おーって音聞こえますか。この僕の音波がこの弦をまず共振させます。で、するとこれ12平均律じゃなくて全ての弦があの調和保たれてるので、お互いに共鳴してしまうんです。なのですでに音がもう止まないんですよ、音。でこれ伸ばしっぱなしで弾くとこうなります。一回一回こうやって音を切らないといけないんですけども、伸ばしっぱなしにしても別に何の問題もないっていう、まあ、もちろんあの伸ばしっぱなしにはしないでちょっとずつは切りますけども、この不思議なねこの音の状態をあまり見ることがないので、ちょっと動画残しておこうと思いました。あの、まあ、音楽やってる人からしたらなんでピアノにこのダンパーがついてるのかなって分からなかったと思うんですけども、単純に12平均律で音と音がどれも不協和音で鳴ってしまうので、一回一回音をこうシャットダウンしてあげないともうずっとうなってしまうんですよ。でも本来のチェンバロだとかあの純正律でやっていた頃の楽器って音、ハープがそうですね。ハープ一回一回音切らないじゃないですか。で切らないでいい理由が、ずっとお互いがこう鳴り合っていてもあの調和が保たれているので、一回一回は別に切らないんですよ、音なんて。で今の現代のピアノが音を切る理由は、要するに平均率が全部の音がずれているので、一回一回こうダンパーで切っていかないといけないという、まあそこら辺も解決したすごいピアノでやっていこうと思いますので、まあすごいピアノですわい。ということで、2024年3月20日ですね、ここレイポイントにあります、日本最大級のピラミッドハウスからですね、このシューマン共振に気音を合わせた特殊な純正律のピアノで、皆さんに動画オンラインでですね配信しようと思っていますので、まあそれを皆さんイヤホンで聞いてもいいですし、まあスピーカーで聞いてもいいですけども、あのリラックスできる場所でですね1時間確保してもらって、で14万4000人っていうこの敷地を目指していますので、友達にも声かけてもらって、で自分自身をこうデフォルトモードネットワークをこう俯瞰してみるという状態で、その状態でそれぞれが自分が好きなこと、他人と比べるでもなく、他人に植え付けられた夢でもなく、自分が好きなことを本当に発露した時に、まあ、どういった状態になるのかなっていう、まあ、実験をしたいなと思っておりますので、面白そうだなと思う方はバシバシ参加してください。でこの動画すいません、ここまで見ていただいてですね、よろしければいいねボタンを押してもらえませんか。というのもですね、いいねボタンを押さないとですね、この動画がどんどん埋もれていってしまうんですよ。もういろんな人にこう伝えたいんですけども、いいねの数で YouTube 側もこの動画は下に進めた方がいいのかなっていう判断をしてますので、ちょっと手間かもしれませんが、どこかにいいねボタンがあったらいいねを押してください。またですね、コメント、シューマン共振についてこんなことが分かった、または私はこんなことを知ってるでもいいので教えてください。またですね、チャンネル登録、当日までにですね、まあ動画を何本かアップする予定ですので、あのチャンネル登録をしておかないとですね、当日のこの動画のアドレスもわからないと思いますので、ぜひチャンネル登録してください。ということで参加したい方はですね、概要欄に、その参加フォームがありますので、そちらをご覧ください。佐藤光郎でした。バイバイ。